Is Swiss Billy Meyer a biggest liar or a truth teller? スイスのビリー・マイヤー、正規世紀の大嘘つきなのか、それとも真実の告白者なのか。今ご覧いただいている動画がですね、ビリー・マイヤーが撮影したとされる UFO です。多くの研究者がインチキと 断じています本当にそうでしょうか今、ライトがつきますから注意してください。ライトがつきましたね。まあ、ここまで細工してあるということになります。そして、右の翼端の方でも小さなライトがつきます。ライトがつきましたね。まあ、このような細工がしてあるということになります。で、今度は、 10分の1スローでご覧いただきます。ライトがつきますから注意してください。まあ、1970年代にですね、まあ、このようなインチキ動画を作って、ベリー・マイヤーは、まあ、世界を驚かせたということになります。ライトがつきましたね。はい。で、これが本当に インチキなのか、まあ、逆証明ということになるわけですよね。まあ、これがビリー・マイヤーの UFO です。で、検証してみますがですね、この今、ライトがついた部分に注意していただきたいと思います。この右上ですね、金色のライトがついています。で、それと大変よく似たものがですね、まあ、ブラックナイトと呼ばれている UFO の この部分に見られます。同じように突起物があり、丸みを持った突起物があり、まあ、右下のブラックナイトの方は光ってこそいませんけども、形が大変よく似ているってことですよね。で、ブラックナイトは、まあ、このビレイマイヤーの UFO よりもですね、ずっと後に、まあ、こう、公開された写真ということになります。暴露された写真ということになります。で、もう一つのポイントはですね、まあ、これが今日の テーマになるわけですけども、これがビリー・マイヤーの UFO ですよね。で、このビリー・マイヤーの UFO の周辺部にですねえ、奇妙な突起物がある点に注意してください。まあ、なんて言いますか。ノコギリの刃の,のように出てますよね。で、これは何かってことなんですけども、このノコギリの刃の,のようなものを数えてみましたで。突起物に向かってですね、中心から線を引いてみます。 で、まあ、わかっている部分だけで、まあ、右の方は4個あるわけですね。で、左の方も、まあ、4個と。で、黄色い線が、まあ、直径とい言いますか、中心線になるわけです。ですから、まあ、それをですね、まあ、このように等分に分けてみますと、片側だけで10個から11個あることになります。で、両側では、21個ということになるわけですね。まあ、20個から22個ですから、21個ということになります。そしてですね、まあ、9月に、今年の2016年の9月に入ってから、 UK のウェールズでですねあの UFO が目撃されますこの詳しい内容はこの後にその動画をつなげておきますからご覧くださいでこれが UK のウェールズでまあ目撃って言いますか赤外線カメラに撮られた UFO ですそれにも奇妙な突起物がついていますでもわかるところだけこうして線を引いて数えてみますそうするとですねまあこれは偶然なのかもしれませんけどもやはり、えー、片方に 10個から11個。で、2倍して両方で21個という数字が出てきます。まあ、数が、まあ、これは、あの、あくまでもですね、まあ、このような、ま、ラフな数え方ですけども、まあ、片方に11個、10個から11個、両方で21個という数字が出てきました。まあ、ほぼ一致するということですね。プラスマイナス1から2の、誤差はあると思います。 で、スイスのビリー・マイヤーは正規の大嘘つきなのか、それとも真実の告白者ということになるかということです。まあその判断をなさるのは皆さんということになります。この動画の最後にアンケート用紙をつけておきますから、まあぜひ回答してみてください。それでは続く動画をどうかご覧になってください。バイ。 For now, Hart, invisible and flying into the wind UFO, was captured by police helicopter in St. Athens, Wales with. on board FLIR or infrared camera on September the 16th, 2016肉眼では見えない風に向かって飛ぶ UFO を UK のセントアテンの警察ヘリコプターが赤外線カメラで捉えました。2016年9月16日のことです。なんと イギリスの警察ヘリが未確認の飛行物体と遭遇、その姿がカメラに収められたというのです。謎すぎる飛行物体に地元警察も頭を抱えていると、A 氏、テレグラフやデイリーメールをはじめ複数の海外メディアが報じています。テレグラフによると、9月17日夜9時30分ごろ、NPAS、つまり 英国国家航空警察局セントアテンの支部所属のヘリコプターがブリストル海峡上空300メートルを飛行していたところ、赤外線カメラに目視できない物体が映し出されたというのです。今ご覧いただいているのがその映像です。この事実が UFO の存在を証明する証拠となりました。いえ、この動画だけで この動画だけで私、林博士はその証拠と言っているのではありません。これから順にそれを説明します。20分だけどうか時間をください。その20分後にあなたもこう言うでしょう。この動画こそが UFO の存在を示す物的証拠であると。広しハーマーマーシティジャパン。 こうした UFO の動画検証で最も重要な点は出所がしっかりしているかどうかという点ですね。が、この動画は間違いありません。イギリスのセントアテンの警察ヘリが赤外線カメラで捉えた動画です。で、この動画をもとに検証を重ねてみますが、これは赤外線映像ですから白黒が白黒が反転しています。で、その動画、 のですね。出所をもう一度皆さんと一緒に確認してみたいと思います。これが npas のホームページです。英国か航空警察局ということになります。で、その中にですね。こうした記事が紹介されています。ufo の撮影に成功したというわけですね。で、その中に。まあ、このように書かれていますけども。 この物体は何かということですね。で、この物体についてこれから検証してみます。これはまさしく UFO ということになるわけですね。未確認飛行物体ということになります。で、肉眼では見えなかったということですね。午後9時過ぎですから、肉眼では見えなかったのは当然かと思われます。 ま、光を走っていなかったということですね。が、赤外線カメラには映っていたということです。高度は177フィート。で、地元警察も頭を抱えていると。テレグラフやデイリーメールをはじめ、複数の海外メディアが報じている。まあ、出所はこのようにしっかりしているということです。が、この程度で、先にも言いましたように、私、林博士がこれでもって UFO の証拠などというつもりは、微信もありません。 まあ、しばらくお待ちください。で、この UFO について話を進める前にえ検証してみます。まず、まあ、オリジナルの UFO 動画を見ていただきたいと思いますが、このように、まあ、飛行部隊が飛んでいたわけですね。で、これをどう解釈するかですけども、まあ、皆さん自身で 判断してみてください。これは何かということですね。そして、まあ、その、まあ、この記事によればですね、この UFO になる物体は、風に向かって飛んでいたと。すなわち、まあ、ドローンやあー、あるいは気球のような、まあ、風船ではないということですね。まあ、そこが一つのポイントになるわけです。で、これは何かということですけども、ここだけでは断定はできないんですよね。 ここだけではということは、この動画だけでこれが UFO であり、またこの、これを、これでもってですね、UFO の存在を示す証拠とは言えないということです。まあ、ともかくもこのオリジナルのその動画を今皆さんにご覧いただいてますけども、えー、まず皆さん自身の目で見て、まあ、皆さん自身で考えて判断していただくということですよね。 風船だと思うなら、それはそれで結構だし、ドローンだと思うなら、それはまた結構だということです。高度300メートルです。まあ、夜9時過ぎということになりますよね。で、日付がですね、記事によると17日になってますけども、下に、あの、動画撮影の記録が、ついでに、こうっなってますか、タイトルのように出てますけども、それを見ると16日になっています。ですから私は9月16日と、ここで表記しました。 でこの物体がです、ねまあ、雲と同じようになって消えたり、あるいは現れたりしますが、角度によってこのように、まあ、円形に見えたり、あるいはまあなってますか三角形に見えたりするということですね、ここも一つの重要なポイントですから、しっかりと確認しておいてください。2、えー、つの輪が、こうなってますかね、リングがくっついているように,見えようにも見えます。 で先ほど言いましたように、これは白黒反転なんですよね。赤外線カメラで捉えますと、まあ、白黒が一般的には反転して、まあ、表示されるということです。ですから、まあ、白い部分が夜の景色であり、黒い部分が UFO ということになるわけですで。肉眼では見えなかったという点で、まあ、光ってはいなかったということですね。ここですね、まああの。風に逆らって飛んでいるということです。で、これが何かということなんですけども、繰り返しますが、 ここだけでは判断できないということです。まあ、しっかりここを皆さん確認しといてください。ともかくもこれがオリジナルの、まあ、フッテージということになるわけです。で、まあ、ヘリコプターの赤外線カメラがこれを捉えていたということですね。で、これは何かということなんですけども、実は、 あとで言いますけども、これと同じものが別の場所で撮影に、撮影されています。まあ、その前に今皆さんにこのように、イギリスとです、ね、ウェールズの上空に現れた UFO をご覧いただいています。で、ところどころにストップモーションを入れて検証してみます。えー まあこういうふうに飛んでいたということですね。で、円形になったり、まあ、角度を変えることによって三角形っぽくなるということですね。で、ここでストップモーションをかけてみます。で、明度を上げたり、サイド,サイドはほとんどいじってませんけども、明度を上げたり、コントラストを上げたりしています。まあ、このような形が浮かび上がってくるということです。まあ、一見すると、2つの円で構成されているようにも見えます。 中部からご覧ください今度は別のシーンでストップモーションをかけてみます。この逆、三角形に見え,る見えるような部分ですね。なんとなくここ三角形にも見えるということです。まあ、角度が違ったということになるのでしょうか。これが後でまで一つの重要なポイントとなります。まあ、角度によってね。 まあ円形に見えたりあるいは三角形にも見えるということです繰り返しになりますけれども、えー、赤外線カメラで捉えた映像というのは白黒が反転しているということですこれも一つの重要なポイントになります、まあ、このような形をしていたということですよね、まあ、カメラがしっかりと捉えていたということです 部、えー、ご覧くださいで、まあ、全体としては、まあ、風に逆らってと言いますか、雲に逆らって飛んでいるとが。しかし、ゆらゆらしているのはカメラの方のブレーカーかもしれませんね。このあたりでそれが分かると思います。まあ割と直進飛行をしているということになります。まあ、この角度から見ると このように見えるということですね。で、またこの角度から見ると、今度は円形にも見えるということです。まあ、イギリスの警察ヘリコプターのいいところは、こうした画像をですね、まあ、堂々と発表していくっていうことですね。日本では考えられません。まあ、それはいいんですけどもね。いいってわけじゃありませんけども、まあ、日本は 閉鎖主義の国ですからね。まあ、要するにこうしてみますと、まあ確かに円形の物体が飛んでいたことは事実です。まあこれをですね、ヘリコプターであるとか、今問題になっているドローンであるか、ということになりますと、まあそこまでね、いわゆるマジグソーパズルのチップの駒を埋めろと言われましても、それはできないんですよね。が、林宗氏は、これを元にですね、UFO の 存在をこれから証明します。しっくりとご覧になってくださいよ。まあ、要するにこれがストップモーションで止めた、その u v の、形ということになります。これはピントが合わないときにあのように、まあ、ハレーションのような形、感じになるわけですね。で、これと同じものがですね、実は ISS で捉えられていました。それはあの、えー、ずいぶん以前に発表し、 それから9月24日にも発表させていただきました。で、この ISS の、まあ、固定カメラがですね、実はこのような UFO を捉えていました。756号でそれを発表させていただきました。2014年の3月22日です。まあ、今からもう、ね、2年半近く前ということになります。で、この ISS のですね、 固定カメラが、まあ右の上の方、右の中央あでここですね。このあたりにその UFO が現れてきますから、注意深くご覧ください。で、これを発表した時にはですね、まあ UFO とは断言できないと。というのは、いたずらの可能性もありますからね。この世界本当に多いです。あの、自らいたずらを作って、まあ UFO と思い込んで、そして発表している人もいますから、注意が必要です。 ともかくも、ここにそうした物体が現れてきます。注意深くご覧ください。まあ、見にくいですけども、ただ、ただぼんやりとなんとなく見えますよね。その、この丸い部分に注意してください。そしてその物体がですね、急に近づいたり遠ざかったりします。今のこの丸い部分あたりをしっかりとご覧くださいね。えー、そこに、 今、ってますか、ウェールズの上空に現れて、そして世界線カメラに撮られたのと同じ、全く同じ u v o がここに現れてきます。拡大しています。ここですね。そして全体にですね、ぼやぼやとして、ゆらゆらとして、そしてゆっくりと回転しているのがわかります。ここですね。それを注意深くご覧ください。 で、はじめは小さいんですけども、だんだん近づいていきます。そして、注意深くご覧くださいね。ゆらゆらとしながら、まあ、ローテーションをしているということですね。ゆっくりと時計回りに回,回っているのがわかりますかゆらゆらとしながら、そして ISS に近づいてきました。そして回っていますね。まあ、これが何であるか。今から2年半。 前にはですね、まあ、断言はできませんでしたけども、というのは先ほど言いましたように、まあ、いたずらもありますからね。しかしこれは ISS の固定カメラが捉えた、ああ、まあ、UFO ということになるわけです。明度を上げていますと、このような形がくっきりと浮かんできます。拡大しています。この形なんですね。しっかりとご覧ください。この形なんですよ。これは赤外線カメラで捉えたものではないですから、元の光、色ということになります。 明るくしていますこれが ISS が捉えた u f o ということになります。もう一度、私の方でですね拡大、そしてメイドを上げてみます。そうしますと、こういう、まあ、形が浮かび上がってくるというわけです。で 2年半前には UFO とは断言できない。何かの、まあ、別のものかもしれないということで、まあ、一度はペンディングにしました。それと同じものがですね、今回、UK のウェールズのセントアテンの、まあ、警察ヘリコプターが撮った世間線カメラの映像の中に映っていたというわけです。これからそれを比較してみます。この輪郭がですね、ぼやぼやぼやとしている点に注意してください。 で、光は、まあ、右下の方から当たっていると。これは、あの、えー、ISS の光の方向と一致しています。まあ、そうした検証もしてみたわけですね。で、まあ、IS の方も右下の方から太陽の光が当たっていると。まあ、そういうことで、この UFO の受けている光とは矛盾がないということを、こうして証明しました。左上が、これがその UFO です。光は右下から来ていますね。 そしてそれが映り込んでいたということです。で、それをもう一度私の方でメイドを上げて確認していただけます。ここが重要ですからしっかりとご覧ください。円形が二つあって、そして輪郭がぼやぼやとしていますね。で、この形と、ウェールズに現れた UFO の UFO と比較していただきます。これが ISS が撮られた UFO の写真です。動画ですね。右が UK が撮られた、UK で現れた UFO です。白黒が世界線カメラですから反転しますから反転します。これが元の色ということになります。これが元の色ということなんですよ。色というか白黒になるわけですね。明度になるわけです。で、それを両者を比較してみます。 もう見たか、見た感じでわかりますよね。全く同じなんです。全く同じなんですよ。まあ念のために皆さんに今このようにご覧いただいてますけども、この両者は全く同じだということです。輪郭がぼやぼやしている点も同じだという点に注意してください。で、ここにまあ、中心部のようなものがあるということですね。そして輪郭にですね、 まあ、ぼやぼやと言いますか。右の方を見ていただくとわかりますが、あ、ノコギリの歯の,のようにトゲトゲになっているのわかりますか右の上の方に注意してください。右の、右の上の方ですよ。えー、輪郭がトゲトゲしく、トゲトゲってしかなんて言うんですかね。ノコギリの歯の,のようになっているのがわかります。えー、つまり、綺麗な円ではないということですね。それは、左の ISS に現れた UFO もそうであると言えます。そのようですね。 まあ、輪郭がぼやぼやとしているのは、そのためだということになります。まあ、この両方とも、本物か偽物かということになりますと、両方とも、本物であるという、まあ、論理の、論理的に考えればですね、まあ、ことになります。いいですか両方とも、本物であるということになります。これが第一の証拠です。この程度では皆さん、まだ満足なさらないと思いますね。実は、この事実が、 さらに重大な謎解きの事実へと繋がっていきます。先ほども言いましたように、このぼやぼやとしたところはですね、まあなってますから、ノコギリの歯の,のようになってますね。ここを注意深くご覧ください。ここを注意深くご覧ください。これがですね、今まで解けなかった謎を解いてくれました。皆さんいいですかこの UFO なる物体の周囲がですね、ノコギリの歯の,のようになっています。 コギリの刃の,のようになっています。イコール、ビリー・マイヤーの u f o ということになります。ビリー・マイヤーの u f o をご覧ください。やはり、周囲がトゲトゲしく、ノコギリの刃の,のようになっています。これでビリー・マイヤーの u f o が本物であったという証拠になります。 長い間疑われて、会議的な人は、ビリー・マイヤーの UFO を、偽物である偽物であるということを論じてきました。主張してきました。しかし、それから40年近くを経て、今、そのビリー・マイヤーのこの UFO が本物であったということが証明されたということになります。注意深くご覧ください、皆さん。これが証拠ですよ。ビリー・マイヤーの UFO が本物であったという証拠なんですよ。一時期だ偽物だ。 嘘つきだと言って罵倒してきた皆さん反省してください少しはえっとまあ少し熱くなりましたけども、ビリー・マイヤーは悔しかったんでしょうね。悲しかったんでしょうね。いわゆるまあなんて言いますか、嘘つきと罵倒されて、まあこの世を去っていたわけですけどもね。まあこのビリー・マイヤーの UFO の縁を見てください。この縁が夜 ISS で撮られた UFO と、そして今回、ウェールズで撮られた UFO の縁と一致します。おそらく詳しく調べれば、その数も一致するはずです。下が、ビリマイアが別のところで撮った UFO の写真です。右上が、これが ISS が撮られた UFO です。そして右下が、今回、ウェールズで撮られた UFO です。で、比較してみてください。この4社は、 同じであるということがわかります。まあ、最後にもう一度、ウェールズ上空に現れた UFO の動画をご覧いただきます。少し暑くなりましたが、どうかお許しください。Bye for now! November 2016 North Sea. Amazing video from Danish fishermen filming huge UFO and light oaf hovering over the sea and then slowly hiding in the clouds. Here are some other stories about UFOs over North Sea. 2016年の11月デンマークの漁夫によって驚くべき UFO の動画が撮影されていますその UFO は北海上空でホバリングしていた後ゆっくりと上昇し雲の間に消えたといいます広林浜祭りジャパン北海辺りでは何やら 大変なことが起きているようですこんな報告も届いていますそれを朗読します今ご覧いただいている動画とは別に2011年の3月 RAF 英国空軍のトルネード戦闘機がやはり北海上空で UFO を目撃している その乗組員によれば UFO が現れたときあまりにも驚いたのでその UFO をレーダーでロックすることができなかったという乗組員は UK からドイツのラルブリッヒに向かって低いクラスの任務から帰ってくるところであったそのとき彼らはオランダ空域の北海上空を飛んでいた 彼らが言うにはそれまでに見たことがない UFO がそれは c 1 3 0ハ e キュリーズほどの大きさがあったが何ら警告なしでそこに現れたという書面による回答の中でパイロットはその事件について次のように語っている私はレーダーでその UFO をロックしなかった私もナビゲーターも あまりにも驚いていたのでそんなことは考えませんでした事実その UFO を見ている間その UFO は飛行機の一方の側に視界から消えたのでそのためレーダーに映る範囲まで飛行機を操縦しなければなりませんでしたもっと興味深いことにオランダ軍のレーダー基地に対して 無線通信を繰り返したが管制官はその UFO を見ることができないと主張していました着陸した後、英国軍に派遣されていたオランダから来ていた関係者がオランダ軍とその事件について討論するため連絡を取りました管制官が言うにはその空域でその時間にレーダーによる コンタクトは他にななされなかったそうですその時怯えたパイロットはその UFO はそれまでに見た飛行機とは全く違うものに見えたと述べているそのパイロットはその UFO について次のように表現しているえつまりその飛行物体はハーキュリーズほどの大きさがあったが横幅が小さく エンジンの排気部には明るい青いアフターバーナータイプの炎があったそしてそれは密度は変化したがずっとそのままだったとそのパイロットによれば近くのラルブリッヒから飛んできた他の2機の RAF の戦闘機がその UFO と衝突しそうになったのだが同時にその UFO を 目撃していいるというこれらの飛行機は我が軍のトルネードとともにその UFO と衝突しそうなほど接近したということですつまり UFO は右側からつまり UK の方角から猛烈な速度で降りてきたということになります私たちはマッハ0.8で飛んでいましたが その UFO は私たちの飛行機より速かったということですそのパイロットはこう続けたそれはロシアの衛星では絶対にありません100%確信していますそれは大きな飛行機で私はその光とエンジン部の細部を見ることができました あんなものは見たことがありませんとではもう一度最初から動画を見ながら説明しますこの動画は2014年9月14日ポーランド沖のバルチック海で撮られたものです光る物体が 海上に浮かかんでいるのがわかりますでこれに対してこれは照明弾だという説も根強くありますが照明弾でないことはですねその光る物体から今こう矢印で示してましたようにですね別の光る物体が落下していることからもわかります、まあ、空中にホバリングしているといった感じですね でその前を人が歩いていてきますこれは何かということですけどもいまだに謎のままですまた別の、まあ、光る物体が下に落ちていくといいますか降りていくのがわかりますまあよくできた 偽物かということにもなるわけですね。しかし、高度はそれほど、ますか私が判断するところ、高度は全く下げていないように思います。また一つこう離れていくような感じですね。で、同じようなものがですね、2014年1月24日、ブラジルで撮影されています。 この物体がその物体ということになります。で、これに対してもですね、まあ、偽物ではないかという説もありますが、共通点があります。この物体もですね、まあ、下の、何で言ったらいいんでしょうかね、尾のような部分から小さな光る物体が下へ落ちていくのがわかります。下のその尾のような部分に注意してください。 でこの、まあ、UFO ですよね、今押していきましたね、このようにこう先ほどのバルチック海で撮影された UFO と同じように、その下からです、ね、別の小さな物体が分離して離れていくのが分かりますこのようにまあ共通点が見られるということですね、今度は全部下へ離しましたね。まあ、このように、 下へ物体を切り離したかのように、まあ、落としていくというところで共通点、共通性が見られるということです。そしてこのブラジルで撮られたこの UFO についてですね、これとほぼ同じ形で表現されたクロップサークルが UK で見つかっています。左がそのクロップサークルです。1994年の7月15日に発見されています。 そのコンセプトが大変よく似ているということです。これは私が発見したことではありません。相互を比べてみてください。まあ、大変よく似ているとよく、まあ、一般に言われています。左は果たして UFO を表現したものでしょうかということになります。つまりこうしてそれぞれの UFO はですね、それぞれの UFO と 密接不可分につながっていいるととうことですそしてその UFO はビリー・マイヤーの UFO ともつながっていました続く動画をどうかご覧になってください「IsSwissBillyMyA a biggest liar?」 or a truth teller. スイスのビリー・マイヤー。世紀の大嘘つきなのかそれとも真実の告白者なのか今ご覧いただいている動画がですね、ビリー・マイヤーが撮影したとされる UFO です。多くの研究者がインチキと断じています。が、本当にそうでしょうか 今、ライトがつきますから注意してください。ライトがつきましたね。まあ、ここまで細工してあるということになります。そして、右の翼端の方でも小さなライトがつきます。ライトがつきましたね。まあ、このような細工がしてあるということになります。で、今度は1、10分の1スローでご覧いただきます。 ライトがつきますから注意してください。まあ、1970年代にですね、まあ、このようなインチキ動画を作って、ベリー・マイヤーは、まあ、世界を驚かせたということになります。ライトがつきましたね。はい。で、これが本当にインチキなのか、まあ、逆証明ということになるわけですよね。 これがビリー・マイヤーの UFO です。で、検証してみますがですね、この今、ライトがついた部分に注意していただきたいと思います。この右上ですね、金色色のライトがついています。で、それと大変よく似たものがですね、まあ、ブラックナイトと呼ばれている UFO のこの部分に見られます。同じように突起物があり、 丸みを持った突起物があり、まあ、右下のブラックナイトの方は光ってこそいませんけども、形が大変よく似ているってことですよね。で、ブラックナイトは、まあ、このビリー・マイヤーの UFO よりもですね、ずっと後に、まあ、こう、公開された写真ということになります。暴露された写真ということになります。で、もう一つのポイントはですね、まあ、これが今日のテーマになるわけですけども、これがビリー・マイヤーの UFO ですよね。 で、このビリマイヤンの UFO の周辺部にですね、えー、奇妙な突起物がある点に注意してください。まあ、なんて言いますか。ノコギリの刃のように出てますよね。で、これは何かってことなんですけども、この、まあ、ノコギリの刃のようなものを数えてみましたで。突起物に向かってですね、中心から線を引いてみます。 で、まあ、わかっている部分だけで、まあ、右の方は4個あるわけですね。で、左の方も、まあ、4個と。で、黄色い線が、まあ、直径とい言いますか、中心線になるわけです。ですから、まあ、それをですね、まあ、このように等分に分けていますと、片側だけで10個から11個あることになります。で、両側では、あ21個ということになるわけですね。まあ、20個から22個ですから、21個ということになります。そしてですね、まあ、9月に、今年の2016年の9月に入ってから、 UK のウェールズでですねあの UFO が目撃されますこの詳しい内容はこの後にその動画をつなげておきますからご覧くださいでこれが UK のウェールズでまあ目撃ていますか赤外線カメラに撮られた UFO ですそれにも奇妙な突起物がついていますでわかるところだけこうして線を引いて数えてみますそうするとですねまあこれは偶然なのかもしれませんけどもやはり、えー、片方に 10個から11個。で、2倍して両方で21個という数字が出てきます。まあ、数が、まあ、これは、あの、あくまでもですね、まあ、このような、ま、ラフな数え方ですけども、まあ、片方に11個、10個から11個両方で21個という数字が出てきました。まあ、ほぼ一致するということですね。プラスマイナス1から2の、誤差はあると思います。 で、スイスのビリー・マイヤーは正規の大嘘付きなのか、それとも真実の告白者ということになるかということです。まあその判断をなさるのは皆さんということになります。この動画の最後にアンケート用紙をつけておきますから、まあぜひ回答してみてください。それでは続く動画をどうかご覧になってください。バイ。 For now, Hart, invisible and flying into the wind UFO, was captured by police helicopter in St. Athens, Wales with. on board FLIR or infrared camera on September the 16th, 2016肉眼では見えない風に向かって飛ぶ UFO を UK のセントアテンの警察ヘリコプターが赤外線カメラで捉えました。2016年9月16日のことです。なんと イギリスの警察ヘリが未確認の飛行物体と遭遇、その姿がカメラに収められたというのです。謎すぎる飛行物体に地元警察も頭を抱えていると、英紙、テレグラフやデイリーメールをはじめ複数の海外メディアが報じています。テレグラフによると、9月17日夜9時30分ごろ NPAS、つまり 英国国家航空警察局セントアテンの支部所属のヘリコプターがブリストル海峡上空300メートルを飛行していたところ、赤外線カメラに目視できない物体が映し出されたというのです。今ご覧いただいているのがその映像です。この事実が UFO の存在を証明する証拠となりました。いえ、この動画だけで この動画だけで私、林博士はその証拠と言っているのではありません。これから順にそれを説明します。20分だけどうか時間をください。その20分後にあなたもこう言うでしょう。この動画こそが UFO の存在を示す物的証拠であると。広しハママティジャパン。 こうした UFO の動画検証で最も重要な点は出所がしっかりしているかどうかという点ですね。が、この動画は間違いありません。イギリスのセントアテンの警察ヘリが赤外線カメラで捉えた動画です。で、この動画をもとに検証を重ねてみますが、これは赤外線映像ですから白黒が白黒が反転しています。で、その動画、 のですね、出所をもう一度皆さんと一緒に確認してみたいと思います。これが NPAS のホームページです。英国家航空警察局ということになります。で、その中にですね、こうした記事が紹介されています。UFO の撮影に成功したというわけですね。で、その中に、まあ、このように書かれていますけども、 この物体は何かということですね。で、この物体についてこれから検証をしてみます。これはまさしく UFO ということになるわけですね。未確認飛行物体ということになります。で、肉眼では見えなかったということですね。午後9時過ぎですから、肉眼では見えなかったのは当然かと思われます。 ま、光を走っていなかったということですね。が、赤外線カメラには映っていたということです。高度は177フィート。で、地元警察も頭を抱えていると。テレグラフやデイリーメールをはじめ、複数の海外メディアが報じている。まあ、出所はこのようにしっかりしているということです。が、この程度で、先にも言いましたように、私、林宏氏がこれでもって UFO の証拠などというつもりは、微信もありません。 まあ、しばらくお待ちください。で、この UFO について話を進める前にえ検証してみます。まず、まあ、オリジナルの UFO 動画を見ていただきたいと思いますが、このように、まあ、飛行部隊が飛んでいたわけですね。で、これをどう解釈するかですけども、まあ、皆さん自身で 判断してみてください。これは何かということですね。そして、まあ、その、まあ、この記事によればですね、この u f o になる物体は、風に向かって飛んでいたと。すなわち、まあ、ドローンやあー、あるいは気球のような、まあ、風船ではないということですね。まあ、そこが一つのポイントになるわけです。で、これは何かということですけども、ここだけでは断定はできないんですよね。 ここだけではということは、この動画だけでこれが UFO であり、またこの、これを、これでもってですね、UFO の存在を示す証拠とは言えないということです。まあ、ともかくもこの、オリジナルのその動画を今皆さんにご覧いただいてますけども、えー、まず皆さん自身の目で見て、まあ、皆さん自身で考えて判断していただくということですよね。 風船だと思うなら、それはそれで結構だし、ドローンだと思うなら、それまた結構だということです。高度300メートルです。まあ、夜9時過ぎっていうことになりますよね。で、日付がですね、記事によると17日になってますけども、下に、あの、動画撮影の記録が、ついでに、こうっなってますか、タイトルのように出てますけども、それを見ると16日になっています。ですから私は9月16日とここで表記しました。 でこの物体がです、ねまあ、雲と同じようになって消えたり、あるいは現れたりしますが、角度によってこのように、まあ、円形に見えたり、あるいは、なってますか、三角形に見えたりするということですね。ここも一つの重要なポイントですから、しっかりと確認しておいてください。えー、二つの輪が、こうなってますかね、リングがくっついているように,見えようにも見えます。 で先ほど言いましたように、これはの白黒反転なんですよね。赤外線カメラで捉えますと、まあ、白黒が一般的には反転して、まあ、表示されるということです。ですから、まあ、白い部分が夜の景色であり、黒い部分が UFO ということになるわけですで。肉眼では見えなかったという点で、まあ、光ってはいなかったということですね。ここですね、まああの。風に逆らって飛んでいるということです。で、これが何かということなんですけども、繰り返しますが、 ここだけでは判断できないということです。まあ、しっかりここを皆さん確認しといてください。ともかくもこれがオリジナルの、まあ、フィッテージっていうことになるわけです。で、まあ、ヘリコプターの赤外線カメラがこれを捉えていたということですね。で、これは何かっていうことなんですけども、実は、 あとで言いますけども、これと同じものが別の場所で撮影に、撮影されています。まあ、その前に今皆さんにこのように、イギリスとです、ね、ウェールズの上空に現れた UFO をご覧いただいています。で、ところどころにストップモーションを入れて検証してみます。えー まあこういうふうに飛んでいたということですね。で、円形になったり、まあ角度を変えることによって三角形っぽくなるということですね。で、ここでストップモーションをかけてみます。で、明度を上げたり、サイドは、サイドはほとんどいじってませんけども、明度を上げたり、コントラストを上げたりしています。まあこのような形が浮かび上がってくるということです。まあ一見すると2つの円で構成されているようにも見えます。 中部からご覧ください。今度は別のシーンでストップモーションをかけてみます。この逆、ま、たなんて言いますか、三角形に見える,見えるような部分ですね、えー。なんとなくここ三角形にも見えるということです。まあ、角度が違ったということになるのでしょうか。これが後でまで一つの重要なポイントとなります。まあ、角度によってね。 まあ円形に見えたり、あるいは三角形にも見えるということです。繰り返しになりますけども、えー、赤外線カメラで捉えた映像というのは、白黒が反転しているということです。これも一つの重要なポイントになります。まあ、このような形をしていたということですよね。まあ、カメラがしっかりと捉えていたということです。 えからご覧ください。でまあ、全体としては、まあ、風に逆らってと言いますか、雲に逆らって飛んでいるとが。しかし、ゆらゆらしているのはカメラの方のブレーカーかもしれませんね。このあたりでそれがわかると思います。まあ割と直進飛行をしているということになります。まあ、この角度から見ると、 このように見えるということですね。で、またこの角度から見ると、今度は円形にも見えるということです。まあ、イギリスの警察ヘリコプターのいいところは、こうした画像をですね、まあ、堂々と発表していくっていうことですね。日本では考えられません。まあ、それはいいんですけどもね。いいってわけじゃありませんけども、まあ、日本は 閉鎖主義の国ですからね。まあ、要するに、こうして見ますと、まあ、確かに円形の物体が飛んでいたことは事実です。まあ、これをですね、ヘリコプターであるとか、今、問題になっているドローンであるか、ということになりますと、まあ、そこまでね、いわゆる、まジグソーパズルのチップの駒を埋めろと言われましても、それはできないんですよね。が、林宗氏は、これを元にですね、UFO の 存在をこれから証明します。しっくりとご覧になってくださいよ。まあ、要するにこれがストップモーションで止めた、その UV4 の、形ということになります。これはピントが合わないときにあのように、まあ、ハレーションのような形、感じになるわけですね。で、これと同じものがですね、実は ISS で捉えられていました。それはあの、えー、ずいぶん以前に発表し、 それから9月24日にも発表させていただきました。で、この ISS の、まあ、固定カメラがですね、実はこのような UFO を捉えていました。756号でそれを発表させていただきました。2014年の3月22日です。まあ、今からもう、ねえー、2年半近く前ということになります。 で、この ISS のですね、固定カメラが、まあ右の上の方、右の中央あて、ここですね、このあたりにその UFO が現れてきますから、注意深くご覧ください。で、これを発表した時にはですね、まあ UFO とは断言できないと。というのは、いたずらの可能性もありますからね、この世界は本当に多いです。あの、自らいたずらを作って、まあ UFO と思い込んで、そして発表している人もいますから、注意が必要です。 ともかくも、ここにそうした物体が現れてきます。注意深くご覧ください。まあ、見にくいですけども、ただ、ただぼんやりとなんとなく見えますよね。その、この丸い部分に注意してください。そしてその物体がですね、急に近づいたり遠ざかったりします。今のこの丸い部分あたりをしっかりとご覧くださいね。えー、そこに、 今、出ますか、ウェールズの上空に現れて、そして世界線カメラに撮られたのと同じ、全く同じ u v o がここに現れてきます。拡大しています。ここですね。そして全体にですね、ぼやぼやとして、ゆらゆらとして、そしてゆっくりと回転しているのがわかります。ここですね。それを注意深くご覧ください。 で、はじめは小さいんですけども、だんだん近づいていきます。そして、注意深くご覧くださいね。ゆらゆらとしながら、まあ、ローテーションをしているということですね。ゆっくりと時計回りに回,回っているのがわかりますかゆらゆらとしながら、そして ISS に近づいてきました。そして回っていますね。まあ、これが何であるか。今から2年半。 前にはですね、まあ、断言はできませんでしたけども、というのは先ほど言いましたように、まあ、いたずらもありますからね。しかしこれは ISS の固定カメラが捉えた、ああ、まあ、UFO ということになるわけです。明度を上げてみますと、このような形がくっきりと浮かんできます。拡大しています。この形なんですね。しっかりとご覧ください。この形なんですよ。これは赤外線カメラで捉えたものではないですから、元の光、色ということになります。 明るくしていますこれが ISS が捉えた u f o ということになります。もう一度、私の方でですね、拡大、そして、明度を上げてみます。そうしますと、こういう、まあ、形が浮かび上がってくるというわけです。で 2年半前には UFO とは断言できない。何かの、まあ、別のものかもしれないということで、まあ、一度はペンディングにしました。それと同じものがですね、今回、UK のウェールズのセントアテンの、まあ、警察ヘリコプターが撮った世間線カメラの映像の中に映っていたというわけです。これからそれを比較してみます。この輪郭がですね、ぼやぼやぼやとしている点に注意してください。 で、光は、まあ、右下の方から当たっていると。これは、あの、えー、ISS の光の方向と一致しています。まあ、そうした検証もしてみたわけですね。で、まあ、IS の方も右下の方から太陽の光が当たっていると。まあ、そういうことで、この UFO の受けている光とは矛盾がないということを、こうして証明しました。左上が、これがその UFO です。光は右下から来ていますね。 そしてそれが映り込んでいたということです。で、それをもう一度私の方でメイドを上げて確認していただけます。ここが重要ですからしっかりとご覧ください。円形が2つあって、そして輪郭がぼやぼやとしていますね。で、この形と、ウェールズに現れた UFO の UFO と比較していただきます。これが ISS が撮られた UFO の写真です。動画ですね。右が UK が撮られた、UK で現れた UFO です。白黒が世界線カメラですから反転しますから反転します。これが元の色ということになります。これが元の色ということなんですよ。色というか白黒になるわけですね。明度になるわけです。で、それを両者を比較してみます。 もう見たか、見た感じでわかりますよね。全く同じなんです。全く同じなんですよ。まあ念のために皆さんに今このようにご覧いただいてますけども、この両者は全く同じだということです。輪郭がぼやぼやしている点も同じだという点に注意してください。で、ここにまあ、中心部のようなものがあるということですね。そして輪郭にですね、 まあ、ぼやぼやと言いますか。右の方を見ていただくとわかりますが、あ、ノコギリの歯の,のようにトゲトゲになっているのわかりますか右の上の方に注意してください。右の、右の上の方ですよ。えー、輪郭がトゲトゲしく、トゲトゲってしかなんて言うんですかね。ノコギリの歯の,のようになっているのがわかります。えつまり、綺麗な円ではないということですね。それは、左の ISS に現れた UFO もそうであると言えます。そのようですね。 まあ、輪郭がぼやぼやとしているのは、そのためだということになります。まあ、この両方とも、本物か偽物かということになりますと、両方とも、本物であるという、まあ、論理の、論理的に考えればですね、まあ、ことになります。いいですか両方とも、本物であるということになります。これが第一の証拠です。が この程度では皆さんまだ満足なさらないと思いますね。実はこの事実がさらに重大な謎解きの事実へと繋がっていきます。先ほども言いましたように、このぼやぼやとしたところはですね、まあなってますか、ノコギリの歯の,のようになってますね。ここを注意深くご覧ください。ここを注意深くご覧ください。これがですね、今まで解けなかった謎を解いてくれました。皆さんいいですかこの UFO なる物体の周囲がですね、 ノコギリの刃の,のようになっています。ノコギリの刃の,のようになっています。イコール、ビリー・マイヤーの u f 4ということになります。ビリー・マイヤーの u f o をご覧ください。やはり、周囲がトゲトゲしく、ノコギリの刃の,のようになっています。これでビリー・マイヤーの u f o が本物であったという証拠になります。 長い間疑われて、会議的な人はビリー・マイヤーの UFO を偽物である偽物であるということを論じてきました。主張してきました。しかし、それから40年近くを経て今、そのビリー・マイヤーのこの UFO が本物であったということが証明されたということになります。注意深くご覧ください、皆さん。これが証拠ですよ。ビリー・マイヤーの UFO が本物であったという証拠なんですよ。一時期だ偽物だ。 嘘つきだと言って罵倒してきた皆さん反省してください少しはえっとまあ少し熱くなりましたけども、ビリー・マイヤーは悔しかったんでしょうね。悲しかったんでしょうね。いわゆるまあなってますか、嘘つきと罵倒されて、まあこの世を去っていたわけですけどもね。まあこのビリー・マイヤーの UFO の縁を見てください。この縁が夜 ISS で撮られた UFO と、そして今回、ウェールズで撮られた UFO の縁と一致します。おそらく詳しく調べれば、その数も一致するはずです。下が、ビリマイアが別のところで撮った UFO の写真です。右上が、これが ISS が撮られた UFO です。そして右下が、今回、ウェールズで撮られた UFO です。で、比較してみてください。この4社は、 同じであるということがわかります。まあ、最後にもう一度、ウェールズ上空に現れた UFO の動画をご覧いただきます。少し暑くなりましたが、どうかお許しください。Bye for now! ブッダはこう説いています。この世界にはいつまでも隠しておけないものが3つある。 太陽と月とそして真実とだから私たちは今こう言うのです真実はそこにあると広林浜松りジャパン